平年より早く開いた艶やかな桜の花は、季節の進行に抗うことなく一斉にこぼれ落ち、続いて鮮やかな新緑の季節が巡ってくる。釣り人にとって待ちに待った春の到来だ。今回の舞台は香川県のダム湖、府中湖。今日4月の5日、桜ももうだいぶ葉桜っていう感じなんですけど、この時期に来たことはないですので楽しみですね。で、目標は50アップ含む45オーバーを5本、これでいきます。いつもながら高い目標を設定、そのフィールドが持つポテンシャルを最大限に引き出すことができなければ到達することは容易ではない。よし、いきます。今回ももちろん事前情報はシャットアウト。そのフィールドに潜むバスにぶっつけ本番で挑む。地元越えを目指して府中湖を駆けずり回り、あらゆる手段でバスを追い詰めていく2日間を追った。来た、おでかい、やっべ、でけでけでけ。香川県坂出市と讃岐うどん発祥の地といわれる綾川町に佇むダム湖、府中湖。バスの漁営は濃く、ボートフィッシングは原則禁止。全国有数のおかっぱりバスフィッシングフィールドとしてその名を轟かせている。水きれいだな。これまで夏に来てるから濁ってるんですよ。こんなに水がきれいな府中湖は初めてで、やっぱり気になるのが季節感ですよね。水温、よし。で、今年関東へ釣りしててあったかすぎるんですよ。4月上旬でももう5月、日によっては6月並みのあったかさで、急に水温が上がって、スポーニング本来だったらまだ入ってないんですけど入りかけてる。ただ岸際のこういったね、リップラップってゴリとかそういう生き物好きだけど、とりあえずいないですね。小魚が表層泳いでるとかそういうのもない。まあ、今朝ね、気温が11度だから朝の冷え込みっていうのもあるかもしれない。これ今日暖かくなるんで、やっぱりそうしたら浮いてくるかもね。うわ、高っ、18度ある。4月の中旬で安定して15度クリアしてスポーニングが本格化っていうイメージなんですけど、高いね。やっぱこっちも例年よりもあったかったらしい。あー、そっか、高いな。どうなってっかな。水温だけで言えばスポーニングが始まっていてもおかしくない。まあ、この水温だとスポーニングのどの段階か分かんないけど意識した方がいいなとなると、まあ、一見こういったワンドの奥っていうのも思ったんですけど、見たらね、やっぱワンドの奥はちょっと泥っぽいんですよ。だからスポーニングエリアとはなりにくいなと思うんで、それよりは現れてるああいった岬の粘土質とかハードボトムですよね。ああいったところ意識してまずはやってみようかな。だからここもまあ岬上で粘土質じゃないけどこういったリップラップになってるんで、ハードボトム、トップウォーターからやってみようか。ちょっとダメ元で
せっかく今日ね、本当は予報は晴れなんですよ。だけど曇り。でもこの後晴れるとするとできない釣りの様子を見よう。まあ、ちょっとポッパーでこういった岬のちょっと外側をゆっくりポコポコやって、まあ食わないと思うけど食ったらでかいだろうし、ダメっぽいものも一応投げてみるっていうのは大事なんですよ。やっぱりないなって思えるだけでもいいの。ぶっつけ本番、ルアーのチョイスも手探り状態のスタート。スティーズポッパーでまずはトップへの反応はどうかを探る。こういう岬があってハードボトムで、まあ、卵産んでるかどうかはまだそれには早いとは思うんだけど、オスがいて、その外側に一回りでかくて太いメスがいるんじゃないかなっていうイメージ。ちょっと内側まではこのハードボトムが続いているところまではやろう。泥底はもう無視していいと思うんだけど、今いるのはダムサイド付近下流域エリア。ここから上流に向かって点在する岬をチェックしていく狙いだ。ホッパーの次はマルチジグ SS にチェンジ。ウェイトは 8g と軽めをチョイスっていうのが、まあ、ボトムもこう叩いてきやすいんですけど、中層スイミングでも釣ってこれやすくて、でこういった岬の中層にサスペンドしてるメスのでっかいやつをこう中層ゆっくり泳がして釣るにはこれぐらいのウェイトの方が合うかなと思って、にトレーラーがスティーズクロー、まあ、あのパタ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 アクションするやつで、ちょっとアピーリーなタイプから入ってます。だボトムをこうトントンともやるし、中層をスイ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 、時にはもうただ巻きもしちゃう、ね、でこれで岸も打つし全部やっちゃう。でこうフットボール投げながら元まで落として水深もチェックしながら、うん、あすげえいい感じじゃないこれ。このゴロ大使からのこの V 字になって粘土質に切り替わって、でさらにああいうパイプも大きい伸びてるとかで、場所的にもほら一番最下流だから、まあ言ったら湖の端っこじゃないですか。いなきゃおかしい条件だね、あの府中湖の魚影を考えても。こういうところにいないんだったら相当贅沢だよ。生き物は岸沿いにはいない、表層にもいない。ただまあ春だからね、岸を目指してくるっていうのはあるんだろうけど、そのどの段階にあるのか、一歩手前なのか、まあ、この広く見ても、まあ、下流方面の方は魚影が濃いのかな、バックウォーター上がってるやついるのかな、そっちの方がでかいやついるのかなとかね。だそれぞれのエリアでのこういう際立った変化を釣っていって絞り込んでいく。初日は一箇所で粘らず、より多くのエリアをチェックするのがメイン。次なる岬にやってきた。いい感じですね。ここ岬なんですけど、これしゃがむと分かる、結構シャープに
伸びてて、しかも岩が絡んでる。いい感じ。こっちは粘土質、硬いの、ハードボトム。ここはまだ結構急進に入ってってか、まあ、多分あそこなんかそうなんだろうけど、もっとなだらかな傾斜で入ってってる方がいいのか。深いな、かなり岸に寄せちゃってもいいかな、ルアー。あ、それだって入ってくもん。1メーターぐらい以上あるよ、ここは。岬の先端部へ。あ、いいよ。で、ほらそこも岬で、岸から浅いもん。浅くてキューッと深くなって、岬が張り出して、岩がゴロゴロして、来てよ。さらに、次の岬へ移動。いや、マジいいかも。ほら、よく見て、これ。地質もここで微妙に変わってるでしょ。土っぽいのと。はい、粘土なのかな、岩なのかな。でさ、この奥がもうワンドで浅くても柔らかいボトムなんだけど、まあ、今ここしっかりしてるし、でさらに岩に変わるので、水深ももう切り替わってるのが水の色でわかる。今のところまだもうほんと想像だけで何も見えてないもんね。こっからが面白いんだよね。見つかってくれば面白いんだよね。岬の中でもハードボトムや水深といった地形の変化があるエリアは見つけられている。そろそろ一つ何かしらの手応えが欲しいところだ。来た道を一旦引き返し、一つだけ飛ばしていた岬にやってきた。ここは広い、広い岬。殺風景だけどね。ここではトレーラーフックをつけたスティーズスピナーベイトをセレクト。地形はなだらかな傾斜。条件はそれほど良くないと見て飛ばしていたが、念のためチェックすることにした。分かれた途中に、なんだよ。あ、取れた取れた取れた。危ねえ、途中になんか立ち木かなんかあったね。うわ、でもこのサイズマジで。おい、え、もっと竿回ったのにね。曲がってましたよね。このサイズで、この場所で。まあでも一匹目です。まさかのこのサイズ。どうやって釣ったのか、どうしたら釣れるのか知りたい方は釣りビジョンクラブをチェック。クラブ会員にはもっと釣りが楽しくなるスペシャルな特典が盛りだくさん。釣りビジョンクラブ。